マナトはアゼルバイジャンの通貨単位 ISO4217 コードはジアンである。補助通貨はケピックで1マナトイコール100ケピックである。マナトとはロシア語で効果を意味するモネタからの借用語である。旧ソ連時代にはルーブル紙幣の裏側にトルクメン語とアゼルバイジャン語でマナトと書かれていた。アゼルバイジャンマナトの記号であるはユニコード7.0以降に収録されている。 エムやマン、などの文字で代用されることもある。アゼルバイジャン民主共和国とアゼルバイジャン社会主義ソビエト共和国によって、1919年から1923年の間に独自の通貨が発行された。この通貨はアゼルバイジャンではマナとロシアではルーブルと呼ばれた。後にアゼルバイジャンがザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国の一部となると、 ガカフカースルーブルに変わった。この時期のアゼルバイジャンマナトには補助通貨がなく、また紙幣しか発行されなかった。民主共和国は25、50、100、250、500マナト紙幣を、社会主義共和国は5、0 100 0 1000、5000、1万、2万5000、5万、10万、25万、100万、500万、マナト紙幣を発行した。 第2期のマナトは1992年8月15日に導入された ISO4217 コードはアズムだった流通していたロシアルーブルと10ルーブルイコール1マナトで交換された2002年初頭から2005年初頭までマナトの為替レートは1位アメリカ合衆国ドルイコール4770の4990マナトとほぼ一定に推移してきた しかし2005年春頃から、原油価格の上昇とオイルマネーの流入により、マナトの価値が上がり続け、2005年末には1ドルイコール4591マナトとなった。100マナト以下の紙幣は2005年に廃止された。9マナトの効果1992年と1993年に、5、10、20、50ケピックの効果が発行された。 1992年に発行された硬貨には、真鍮と白銅が使われていたが、その後はアルミニウム製になった。次の種類の紙幣が発行され、流通した。1マナトから250マナトの紙幣には、幕府にある、メイデンタワーが描かれている。2006年1月1日、かつての5000マナトを1とする、新しいマナトの流通が始まり、ISO4217 コードも、 事案と改められた。2005年10月1日以降、価格は新旧のマナトで表示されるようになった。ISO4217 コードがアズムの旧マナトは2006年12月31日に廃止された。1、3、5、10、20、50ケピックの効果が発行された。1、5、10、20、50、100マナトの紙幣が流通している。デザインしたのは ユーロの紙幣のデザインも担当したオーストリア人のロバート・カリーナである。紙幣はユーロ紙幣と似ており、モチーフの選択も類似している。ありがとうございます。